本日の動画はネプコンジャパンという展示会で講演をしてきましたので、その様子をお届けします。インフィニオンという半導体企業のブースで3日間講演をしました。講演では毎日80名程度の方に見ていただき、私が言うのもなんですが大変盛況でした。それではどうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。じゃあそろそろ時間になりましたので始めたいと思います。次のスライドですね。はい、こちらですね。大変お待たせしました。高性能 120W USB 充電器を分解したら見えたがんの可能性ということでですね、セミナータイトルこちら始めたいと思います。今日はですね、がんを使った充電器を分解していくわけですけども、がんですね、ご存知でしょうか。 USB 充電器買った時にこのがんという単語をですね見かけるようになることが最近多いかと思います。このですね、がんを使うと何がいいのか、そしてですね、この充電器以外にもどんなところにがんが使われているのかっていうのをですね、一見視点から解説していきます。今日はですね、大変残念なんですけども、一見の中でお約束のですね、発炎、発熱、あと爆発などはありませんのでご安心ください。ということでですね、本題に入っていきます。このですね、がんですね、がんとは何か、ガリウムナイトライドですね。日本語で言うと窒化ガリウムです。半導体の一種ですね。この窒化ガリウムを使ったパワー半導体が、ガンパワー半導体になります。専門用語を使うと、いわゆるワイドバンドギャップ半導体と。皆さんですね、よくご存知かとは思うんですけども、従来のシリコンパワー半導体と比べてガンはですね、物性そして性能が非常に優れているのが、特徴です。このですね、高性能なパワー半導体を使っている、AC アダプターが今日の本題になります。そしてですね、まず最初事例の紹介です。そもそも AC アダプターですね、でかすぎると。皆さん出張時の時ノートパソコン必ず持っていくかと思います。多分今日も持っている人が、ほとんどかなとは思います。で、多くの人がですね、この AC アダプターが大きくて邪魔だなと思った人は、少なからず、かなりいるんではないかと。実際大きくて邪魔です。このスライドのですね、左に映っているのは 64W、 従来のシリコンのパワー半導体を使った、充電器ですね、 AC アダプター。で、そして右がですね、こちら今日分解する窒化ガリウムガンパワー半導体を使った AC アダプターです。USB 充電器ですね。小さいんですけども 120W あります。ちなみにこちらですね、手のひらサイズに収まります。ちなみにですね、具体的に何が違うかというと、体積半分、パワー2倍ということで、パワー密度が約4倍になっていると。で、実際ね、これ使ってみると分かるんですけども、非常に持ち運びがですね、しやすくて、とてつもなく、付加価値がある商品になっています。このですね、ガンパワー半導体が使われ始めたのはいつ頃なのか。で、調べたところですね、一般消費者の手に届く範囲ですと2019年の2月、スマホ用の USB 充電器としてです。ちょうど5年前になります。有名充電器メーカーのアンカーからです。これ4センチ四方でですね、非常に小さいんですけども 27W あると。昔の iPhone についていた充電器、あれ 5W なんですけども、それのですね、大体2倍くらい、2、3倍くらいのサイズでですね、ここまでの電力を出せると。これ出た時ですね、非常に衝撃を受けました。で、これを皮切りにですね、急速充電器の分野で爆発的な窒化ガリウムの導入が始まったと。で、まずですね、この導入が始まる前にですね、時代的な背景の説明がちょっと必要なんですね。まずスマートフォン、ノート PC、タブレットなどがバッテリー大容量化したと。で、このバッテリーをですね、短時間で充電したいと、急速充電の需要があったわけですね。で、しかもその大容量のバッテリーを出先でも充電したい、つまり小型軽量である必要がありました。ただですね、従来のシリコンベースの AC アダプターでこれをやろうとするとですね、急速充電、非常に大電力を扱います。 AC アダプター熱くなるんですけども、その熱でですね、小型化ができないと、大電力も扱うのは難しいとなっていました。そこで窒化ガリウムガンパワー半導体が使われました。うまいこと小型化できたんですね。これで詳細な説明は省略させてもらうんですけども、このガンのですね、優れた特性を、スイッチングの特性をですね、生かして高速でスイッチングすると、 AC アダプターで発生するスイッチング損失を減らすことができたわけです。
で、これでですね、熱の問題をクリアできたと。で、ちなみに、蓄光りガンパワー半導体はですね、数メガヘルツ程度でスイッチングできるポテンシャルはあるんですけども、あえてですね、これを低いスイッチング周波数、だいたい100キロヘルツくらいなんですけども、そのくらいで動かしています。まあ、これなんでかっていうとですね、まあ、受動部品の小型化もそうなんですけど、まあ、熱とその体積、まあ、パフォーマンスの関係で、まあ、だいたいこの100キロヘルツくらいで使われるかなといったところです。まあ、結果としてですね、まあ、損失を少なくして小型化ができたということになります。皆さん、大変お待たせしました。ここからですね、USB 充電器の中をお見せしたいと思います。で、こちらですね、先ほどもお見せしましたが、今日分解する USB 充電器です。120W の USB 充電器なので、相当なハイスペックです。で、値段もハイスペックであると。でですね、実はこのパワー半導体、パワー半導体、AC アダプターですね。AC アダプターの中に、インフィニオン製のガンのパワー半導体が使われています。で、そしてですね、そのパワー半導体と回路をですね、巧みに制御するコントローラー、これハイブリッドフライバックコンバーターっていうんですけども、それが入っています。では実際に中を見ていきます。今、こちらにですね、手元カメラが映っているかと思っています。まず外装を向いていきます。こういうふうに、はい、パカッと、向けました。こっちについていましたね。はい。こちらが、外装を剥がれまして、まず基板が見えて、そしてピンク色のですね、放熱用のシリコーンが見えると、これかなりぎっしりですね、充填されているものになります。で、先ほど取り外したですね、こちらの側なんですけども、これですね、はい。こちらシール貼ってあるんですけども、これがですね、グラファイトシールになります。このですね、充電器自体、フルパワーで使うと70度程度まで発熱します。ですので、放熱対策はかなりしっかりとしていると。で、次にですね、こちらにシリコーンを剥いたものを用意しました。ブラシでゴシゴシして剥がしました。で、基板がですね、こちら5枚構成になっています。はい。で、このですね、非常に小さい中に5枚の基板をですね、使って、で、そしてこれ組み立てであるんですけど、ものすごい工数がかかると。まあ、それがですね、結局価格にですね、跳ね返ってくるわけですけども。で、これを一つずつ剥いていきます。でですね、ここで覚えておいてほしいのが、これ受動部品をですね、かなりの体積占めています。ちょっとそこだけ覚えておいてください。で、これ、まずですね、基板一つ目、取っていきます。取れました。こちらがですね、まずフィルター回路の、基板になりますね。交流入力の、フィルターですね。まあ、あと外にノイズが出ていかないようにするためのものです。そして基板をもう一つ取っていきましょう。はい、取れました。こちらですね、USB PD 関係の、コントローラーのボードですね。後ろを見てみると、こちらに USB Type-C がついています。ちなみにこの USB 充電器 Type-C が2つと Type-A が1つあって、まあ、合計3つまで充電できるようになっています。スマホ、パソコン、あとプラスアルファで充電できるというものですね。そして基板をもう1つ取っていきます。次、こちらですね。こちらの基板何かというと、これ変圧器の回路です。ここに変圧器のコアがあって取り外しました。で、これですね、プリント基板を変圧器の巻き線として使っているんですね。これ多層基板になっています。なるべく体積を小さくするための工夫です。はい。そしてこちら、これ USB Type-A の基板ですね。インダクターとか持ってたりします。はい。そして最後、こちらのメインの基板です。この黒いフィルム剥がすと、これですね、入力のリリース保証回路というのがあるんですけど、そこのですね、電解コンデンサーになります。非常に大きな体積を占めていると。で、こっち見てみると、はい、何やら IC がたくさんあります。で、こちらがですね、インフィニオン製の、四角い方がパワー半導体ですね。はい、蓄光ガリウム使ってます。そして右の方の長細いやつ、こちらがですね、パワー半導体を制御するためのコントローラーになります。で、こういったところに使われているわけですね。インフィニオン製の製品が、パワー半導体が。で、こちらがですね、次、実際に、今まで見てきた回路の、まあ、概略ですね。電力変換の要となる部分は、インフィニオン製の製品で固められています。
で回路方式はですねちょっと難しいんですけども、ハイブリッドフライバックコンバーター、これ非常に特徴のある回路で、ここの変圧器の部分を小さくできるんですね。でこのガンの部分ですね、パワー半導体はこれですね、まあ、ツインワンタイプで中にドライブ回路も入っているもの、簡単に使えます。ちなみにこれですね、クールガンって言うんですけどね、こちらに今 T シャツ着ているものになります。他のスタッフの方もですね、皆さんこちらの T シャツを着ています。でこちらのコントローラーですね、まあ、パワー半導体を制御するためのハイブリッドフライバックコントローラー、まあ、チッカガリウムとですね、まあ、その回路をですね効率よく制御してくれると。でこれインフィニオン独自のですね制御方式を使っています。でもしですねこの回路方式について興味ある方はですね、ハイブリッドフライバックコンバーターで検索するとインフィニオンが書いた論文が出てきますので、ぜひそちらもご覧になってください。でこの2つを使うことでですね、まあ、受電器を小さくできるということです。でここからですねちょっと将来の話をしていきたいと思います。今分解したのはこちら真ん中の構成の充電器ですね。ただですね、これ個人的には第2世代のチカガリウムの充電器かと思います。それより前はですね、左パワー半導体とコントローラーがですね一つのパッケージの中に入っていて、まあ、非常に使いやすい形になっていると、まあ、ただ電力的にはだいたい 65W ぐらいが上限かなというところです。で現在はどうなっているかというと、電力はですねだんだん大きくなってきて 100W から 300W ぐらいの充電器あります。でそれをですねやろうとするとですね、パワー半導体とコントローラーを別々で使うと、そういった組み合わせの構成になっています。さらにですね、これ PFC ありって書いてあるんですけど、中に力率を保証する回路が入っていると、非常に、まあ、密度の高い実装になってます。で未来の話ですね、これ今後どうなっていくのかっていうことなんですけども、はい、まあ、正直 よくわからないと。まあここからはですね一見の想像なんですけども、まあ将来的にはさらにパワーアップするだろうと。先ほどの分解でも見てもらった通りですね、充電器の体積のうちパワー半導体っていうのは実はごくごく一部で、ほとんどが受動部品なんですね。で現在のですね AC アダプターなんかは受動部品がその小型化のボトルネックになっていると。で将来的にも、まあ、やはりそれは続いていくと。なので個人的にはですねインフィニオンさんにお願いしたいことはですね、パワー半導体もそうなんですけども、周辺の受動回路ですね、それをうまく使いこなせるパワー半導体とコントローラーをぜひ出していただきたいと、そう願っています。でそれに加えてですね、こちら充電側にも結構課題があるんですね。現状の USB 充電器、パソコン、スマホの充電メインです。まあ、大体 60W あれば十分かなというところなんですけども、こちら 120W で充電できるですね、ものもあります。まあ、つまりですね、給電側の問題があるんですね。まあ、給電される側ですね。これがですね、そこまで大電力に対応まだまだしていないと。大電力でやろうとするとですね、まあ、全固体電池のスマホは実用にならないと無理かなというのもあります。で充電器の分野でガンパワー半導体非常にうまくいって、まあ、需要を掘り起こせたんですけども、今後はですねやはりそれ以外のアプリケーションも見つけていかなければいけないかなといった、そういうふうに思っています。でどういったアプリケーションがあるかなんですけども、これ左上ですね、チカガリウムの充電器、まあ、非常によくうまくいったと。でそれ以外にはデータセンターの給電ですね、 400V 給電とかそういうのありますけど、 HVDC とか言われてますね、そういったものです。それ以外にも車載充電器なんかもあります。でですね、今のチカガリウムガンのですねパワー半導体ほとんどが横型のデバイスです。で今度ですねこれが縦型のデバイスになるとですね、さらに需要、まあ、応用範囲が広がるのではないかと。ただですね今度縦型が出てくるとですね、SIC シリコンカーバイドと、まあ、応用する分野が被ってくると、まあ、そういったところの使い分けなんかも非常に注目していると、目が離せない今後になっています。はい、というわけでですね、一見の、セミナーですね、これにて終了とさせていただきます。でこのセミナーの後ですね、皆さんぜひインフィニオンのブースですね、ご覧になってください。チッカガリウムガンを使ったデモボード、充電器なんかたくさん置いてあります。というわけで今日お集まりいただいて本当ありがとうございました。応援をありがとうございました。この後は
動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。